はい、どうも皆さん、マルチミンククラン、ホームルクロと申します。ということで、コルブティヴァンガードやっていきたいと思います。イエスイエス。やばい。ということで、ホールベティバンガードやっていきたいと思います。チキショー、届かなかった。これは重い。チキショー。はい、ということで、ホールベティバンガード、あー、バレたー。おー、ナイス。ほい、やってきたと思います。使っていく武器は AS44 というね、いつだったっけ、前回前々回くらいの動画で、あの後付けでね、やったやつだね。なかなか出してる。さあ、AS44、この子多分ね、前回の時にね、武器紹介きちんとしてないから。チームメイトが爆撃を要請した。後ろ来い、後ろ。しとくと、もともとレートが高めのアサルト。バカ野郎。アサルトライフルになっております。それにさらに、ショートマガジンというか、はい、こちらのその普通の大口径ではなくね、弾がちっちゃいやつ、口径でいいのかな、の弾を、うわー、2人ともしゃがんだけど、俺だけ今頭が 上だっけ、をつけてさらにレートを上げてきました。まあいつも通りね、レートを上げりゃ威力は下がるので、キルスピードといったそこら辺の問題はちょっと時間がかかったりしてしまいますが、まあ威力でもご利用しと、そんな構成になっております。椅子が変わったかな。肩がリスを変えたから多分敵さん向こうだっけ。後ろにね、盾背負ってるやつらはね、足元打たないとね、これ死なないというかね、やれないもんね。うぅーマジかよ。目の前をヒラヒラヒラって走ってたやつに気取られちゃった、気分。よし、よく勝てた、この距離。あー無理だよ。手前のやつ全部弾使い切ったのに。で、あんまりこう、遠距離は、無理ー、サファリパーク無理なので、本当 SMG 寄りの戦い方じゃないと、弾がばらけてですね、リポコンが多分なかなかできないので。やられた。
ちょっとこう癖があります。はい、よし、そのサイド横ステップしながら、かつこんな感じでね、はい、マウスも左右に動かしていくと上手に、はい、とほぐれるんじゃないかな。ごめん、味方すごいとこで沸かせてしまった。多分今俺がいねえ、 あそこにいたからだと思う。あ、間違えたー、間違えたー。おおはい、ということで今回は AS44 を使ってチミデスマッチやっていきました。前回はね、後付けの武器です。はい、今回はきちんと声をつけてやっていきました。 AR ですけど、まあやっぱね、冷凍が高きゃね、結局は室内戦だと多分先威力より先に、やれると思うので、はい、やられる前にやるという考え方で、ことはいいと思います。うん、まあ、SMG チックに仕上げてあります。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。